皆さんこんにちは。一つのプラモデルを三つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間、いつもご覧いただきありがとうございます。今回はバイク製作欲が我慢の限界だったので、模型棚に積まれている中からタミヤの RG250 ガンマをチョイス。まずは RG250 ガンマがどんなバイクだったのか、ルーツを探ってみましょう。今でこそレーシーなバイクは何かと言われれば 1000cc クラスのスーパースポーツが挙げられますが、そのルーツは80年代の日本の市場にありました。 250cc クラスのレーサーレプリカが各メーカーから発売され、1983年に登場したこの RG250 ガンマが外観デザインを徹底してレーサーに近づけたということにより、その後約10年にわたるレーサーレプリカブームが巻き起こったそうです。このガンマは外装デザインはもとより、後自主規制士となったエンジンの動力性能上限を実現していたことや、レプリカの要件であるフルカウリング、アルミフレームや軽量合金製ステップ、セパハン、タコメーターを中央に配したレーシーな三連メーターといった後世のレプリカが備えるべき定義をも確立した歴史的マシンであります。このタミヤのキットはそれらが忠実に再現されており、パーツも細分化され塗り分けやすく組みやすいキットかと思います。それでは早速作っていきましょう。まずは塗装の前に分割されているパーツであるカウルなどの組み立てを行っていきます。ランナーからパーツを切り離したら、デザインナイフと320番の粗めのペーパーヤスリでゲート跡を処理。完成後のフォルムをイメージし、曲線はより滑らかに、角はしっかりエッジを効かせ造形していきます。ゲート跡を処理できたら、分割されているパーツを組み立てます。説明書をよく読み、組み立ててしまっても問題ないことを確認後、作業を行いました。組み立て後のパーツは強度が弱いので、裏面からセメダインハイグレード模型用接着剤で補強をしておきます。次にエンジンパーツなどの組み立てです。こちらもカウル同様、塗装の前に組み立ててしまっても問題ないパーツをしっかり説明書を確認し、ゲート処理をした上で組み立て開始。これらのパーツを分割された状態で塗装を行ってから組み立ててしまうと、接着部分が溶剤で溶け塗装が台無しになってしまいますので、組み立てで問題ない箇所は先に組み立てた後塗装を行います。この工程はエンジンの造形や仕組みがじっくり楽しめる工程でもあり、プラモの時間を堪能しつつ進行いたしました。続いて先に組み立てたカウルパーツの接着剤が乾いた頃合いを見計らって、接着部分の合わせ目を消していきます。まずは合わせ目部分に UV パテを盛り付け、ブラックライトを照射。この UV パテはゴッドハンドから販売されているもので、ブラックライトや UV ライトから放出される紫外線に反応し固まってくれるパテ。ものの30秒程度の照射でしっかり固まってくれます。さらに削り込みやすい素材なので、時間を取られることがなく思い通りの造形ができる優れもの。直近の製作ではスタメンを貼る UV パテ、とてもおすすめです。
カウルパーツを360度眺め確認し、合わせ目もきれいに消え、これでカウルパーツの塗装準備ができました。次に、私プラモの時間初のチャレンジといたしまして、ブレーキディスクの穴開け加工を行っていきます。準備するものは 0.5 ミリのピンバイスとペーパーヤスリ。それぞれの穴は細長い穴になっているので、各先端最後にセンターと順にピンバイスを入れ加工してみました。裏面には加工跡が出てしまうので、ペーパーヤスリでならし、滑らかにした上で加工完了。穴を開ける箇所は無数にあり大変ですが、すべての穴を開け眺めてみると、リアル感が増し増しになっていることに気がつきます。コツさえつかめばサクサクできるディティールアップだと思いましたので、今後の加工作業のスタメン入り決定です。続いて、こちらも塗装前の準備となりますが、不自然なメッキでパッケージされたパーツをキッチンハイターで落とす作業となります。まずはフロントフォーク、インナーフォーク部分のメッキのみを落としたいので、それ以外をマスキング。小瓶にキッチンハイターを数プッシュし、水で薄めたものを準備し、そこに対しフロントフォークをつけていきます。マスキングした部分はつけないよう工夫しながらメッキを落としました。一緒にスイングアームやキャブレターのメッキも落とし、塗装準備完了です。次にブラック系の塗料を一気に塗るということで、ブラック系、シルバー系で仕上げたいパーツに関して、ガイアノーツのエボブラックを使用し塗装を行っていきます。セミグロスブラック指定のパーツ、そしてシルバーなどのメタリック塗料指定パーツの下地として吹き付けを行いました。シルバーの下地としてブラックを吹き付けておくと、重厚感のあるメタリックカラーに仕上がるので、エンジンパーツや金属パーツには必須の塗装方法かと思います。合わせ目消しをしたカウルパーツに関しては、裏面がセミグロスブラック指定ですので、下地塗装の前にブラックを入れてしまい、マスキングした上で本塗装に挑みたいと思います。続いて、本塗装前の下地としてクレオスのベースホワイトを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインや合わせ目を消すために、パーツ表面を削ったりヤスリの跡が残ってしまった場合は、必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかということが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを拭き、合わせ目も消え、綺麗なラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はリアの組み立てまでをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。